日本かなりリスペクトした入りしてきましたね、ニュージーランドね。532のこの形って4バックの両サイドバックに対して、あの裏取りやすい形なんですよ。両サイドバックが高い位置取ってくるじゃないですか、ポジション型の4バックのチームって。ここにね、2トップが流れたりとか、インサイドアウトが流れたりとか。カウンターの時に中央の高い位置からサイドの流れやすいシステムなんですよね。力の差があるときに、その下の方のチームがよく使うフォーメーションなんですよね。ラリーガとかでよく見る。カウンターだったりとか、あと9番に当てて、そこからセカンドボールの回収がね、中央に人がいるっていう。え、テレビ1時間しか放送ないの？マジで？そんなことあんの？そしたらまあ、そこで終わりですかね。久保に出さなくてもいいけど、坂はああいうの出してあげるよ、ね。ああ、すごいわかる。うん、坂井の場合、いい画のなさがある。あ、この状況だとね、サイドに一回追い込んでるから、サイドハーグ1列上がって、3バックで3トップはめるみたいな。はめる瞬間をね。サイドに追い込んだところからは逆サイドのサイドハーフが1列上がるっていうのは結構最近の森保ジャパンというか3バックへの対応でやってますよね。やれるぐらいゆっくりパス回してくれてるときがいいんですけど、矢野さん的に橋岡をサイドバックするか富安をサイドバックして板倉を入れるかどっちがいいと思いますか？橋岡サイドバックがいいと思います。板倉を中央から動かさない、富安を中央から動かさない方がいいと思いますね。中央がサイドをカバーする割合とサイドが中央をカバーする割合だと前者の方が仕事量が多いんで、富安がいないことが致命傷になるのが中央の方が大きい。素晴らしい。うわー、よく止めたな。富安がね、いろんなポジションできるから富安サイドを使ってみたらよく出るけど、その案が出るのが富安の凄さだなって思うだけで、そのアイデアを採用はさすがにしないでくれっていうふうに思いながら見てました。あと富安サイドに釣り出された時に速い選手だと結構振り切られる時あるっていう。入っても奥だったかな。